はい、どうも、奥大輔です。このチャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースの試合を振り返っていろいろお話をしております。今日からですね、甲子園開幕ということで、DeNA 戦ですね。開幕カードはね、阪神主催でしたけれども、京セラドームということで、甲子園は、今日が、開幕戦ということでですね、ようやく今日勝ちましてですね、連敗を9で止めて、今シーズン初勝利ということで、いや、長かったなという、そんな感じですよね。本当に、もうこのまま勝てないんちゃうかっていう感じだったんですけれども、今日ですね、なんとか、勝つことができて、ようやく阪神もですね、これで、開幕かなという。そんな感じですね。甲子園球場もなんか今年からね、いろいろとこう演出が変わってですね、照明が LED に変わって、そこの照明、要するにその、今までバックスクリーンとかですね、オーロラビジョンとかリボンビジョンでいろいろね、こう演出をしたりっていうのはあったんですけれども、その、照明ですよね。いわゆる、照明灯のところでこういろいろですね、演出をしたりするということで、本当に華やかなですね、感じで、もう本当に今日はもう試合ね、終了後なんか見てると、もう優勝決めたかのようなですね、なんかすごい雰囲気になってましたけれども、とりあえず、勝ててよかったなっていう、そんな、とりあえずね、もう内容どうこういうのは、もう一個勝ってとりあえずよかったっていう、そんな、今日はね、試合だったかなというふうに思います。で、ですね。試合振り返っていくんですけれども、今日は先発が西投手ということで、前回もいいピッチングしたんですけど、勝てなかったということで、ある意味リベンジのですね、マウンドかなと。で、DeNA の方ですけれども、ロメロを投手というですね、外国人の、ピッチャーということで、この投げ合いということですね。で、阪神の方スタメンですけれども、木浪の代わりに小畑を入れてきましてですね、マルテがね、ちょっと怪我で抜けましてですね。で、大山選手をサードからファーストに回して、で、糸原選手をセカンドからサードに回して、で、セカンドのところにですね、巨人戦は木浪選手を使ってたんですけども、結果出てないということで、今日は小畑選手を使ってきて、で、8番、セカンド小畑選手ということで、組んできまして、今日はキャッチャー坂本捕手ということですね。で、僕ずっと再三言ってるんですけども、マルテ選手がいなくなってですね、その代わりにですね、木浪選手とかですね、を使ってくるというのはどうもですね、下せないっていう感じだったんですけれども、木浪選手を使うんやったらまだ小畑選手の方がね、マシかなっていうですね、そんな感じがするので、ようやくね、変えてきたかなっていう、そんな感じですよね。相手からしたらね、一発のあるマルテ選手の代わりにですね、細々とした選手が入ってきたらやっぱ怖さなくなるでしょうからね。一発のある選手も阪神の方ね、いるんですよね。ロハス選手とかね、二軍から上がってきた、トヨタ選手ね、ルーキーのトヨタ選手とかですね。小野寺選手も一発ありますよね。二軍に目をね、向ければ、陽川選手もですね、いるし、二軍で、ね、ホームラン打ったりしてますしですね。この辺を、率低くてもですね、使っていった方が相手にとってはね、嫌なんじゃないかなと思うんですけどね。ただ木浪選手を使うぐらいだったら、小畑選手を使った方がいいなと思ってたので、だから僕個人的な意見としてはですね、ずっと言ってますけども、佐藤選手をサードに持ってきて、で、大山選手をファーストで。で、セカンドでですね、糸原選手のところに、糸原選手で行くのか、代わりにね、木浪選手とか小畑選手出すのかね、いろいろ出せますよね。熊谷選手もね、出せるしですね、一発が欲しければ北条選手もね、いるしですね、上田海選手もいるしですね、守備重視で行くんやったら山本選手をですね、使うとかですね。そんな形でいけるかなというふうに思うんですね。ショートは中野選手で固定した方がいいかなというふうに思います。ちょっと中野選手ね、病み上がりということで。で、プレーでも少しね、ミスが目立ったりとかですね、バッターボックスでもちょっと覇気がないということで、懲罰交代になったりして、ファンの方々も SNS 上でこうね、中野選手変えた方がええんちゃうかみたいな意見がですね、結構ありますけれども、今のところ中野選手よりもですね、いい選手っていうのが、今のところいないのかなというふうに思うんですよね。だからセカンドで、いろいろね、糸原選手今そんなに調子良くないですね。2割そこそこですね、打率がね。糸原選手そんな、セカンドだったら守備そんなね、上手いわけでもないしですね。足速いわけでもないしですね。一発長打があるわけでもないしですね。率が残せる選手っていうことと、それから小技が効く選手っていうことで、ずっと使ってるわけですよね。この辺はね、チャンスに強いっていうかですね、粘り強いバッティング、バットに当てるのがうまいっていうことで、そのあたりはですね、やっぱ他の選手と比べてもやっぱり、一日の長があるかなっていうふうに思うんですけども、ちょっとね、バッティングの調子を崩して率が下がってくると、その辺のね、メリットもこう消えてしまうっていうことですから、それだったら足のあるですね、小畑選手とか熊谷選手とか上田海選手を使うとかですね、一発長打のある北条選手を使うとかですね、こういった、セカンドのところで少しこう、いろいろ入れ替えていって、
ったらどうかなというふうに思うんですね。そしたら外野が一つ空きますからね、佐藤選手をサードに持ってきたら。そしたら、空いた外野でロハス選手も使えるしですね、ルーキーの豊田選手とかね、育成から上がってきた小野寺選手とかですね、二軍から陽川選手上げてきたら陽川選手も外野で使えますしですね、高山選手とか板山選手調子上がってきたらそこ使えるしですね、そっちの方がバリエーションがですね、広がるなぁというふうに思うんですけれども、どうもですね、佐藤選手を、こうサードにとかね、するのが、ね、ファンの人らからしたら佐藤選手サードの方がいいってみんな言ってるんですけど、なかなかそれね、実行しないっていうことで、まあね、この辺がね、どういう感じなのかなというふうに思うんですよね。で、まあ、木浪選手と糸原選手を二人同時に使うっていうのがね、どうしても僕消せなかったんですけど、まあ、堂畑選手だったらまだわかるかなと。足がありますからね。木浪選手も、まあ、糸原選手と一緒でですね、そんなに率がね、残る、まあ、3割をね、毎年打つとかですね、そういうわけでもないし、ホームラン10本、20本打つっていうわけでもありませんよね。で、盗塁もね、そんなに数多くないと、足もどっちかというと遅い方ですから。で、守備がね、菊池選手みたいに、広島のね、菊池選手みたいにめちゃくちゃうまいかって言ったら、そういうわけでもないんですよね。それやったら、何か一つね、こう、一芸に秀でてるですね、足のある小畑選手を使うとかですね、先ほど言って一発長打のある北条選手を使うとかですね、守備うまいあの山本選手を使うとかですね、それだとまだわかるんですけども、全部がこう中途半端な木浪選手をですね、使うっていうのはどうもですね、納得いかなかったんですけども、まあ、まあその辺が今日まあ一つ変えてきたと、小畑選手を使ってきたということですよね。はい。で、一方 DeNA の方はですね、外国人選手が二人とも怪我でいないんですよね。ソト、オースティンっていうですね。で、この二人がいないだけで随分とですね、まあ、チームカラーが違うなーって、そんな感じなんですよね。もう去年のですね、ソト、オースティンっていうのがいた時はですね、もうとにかく、破壊力抜群の打線っていう感じだったんですけど、そこにですね、他の、まあ、日本人選手のですね、特に若手を使ってきてましてですね、で一気にですね、モデルチェンジというか、どっちかというとこう、機動力でかき回すみたいな、そんな打線にですね、なって、ますよね。この辺がですね、まあ、随分と。で、あの、佐野選手ね、外野手だったんですけども、ファースト守ってますから、で外野ね、俊足の選手をいっぱい並べて、みたいな、そんな感じですよね。で、なので、まあ、去年までの DeNA とはまた少し違う感じなのかな、っていう、そんな感じです。はい。で、ですね、西投手ですね、今日、ちょっと序盤はですね、ちょっと球高くてですね、ちょっと見ながら、ヒヤヒヤしながら見てたんですけども、だんだん落ち着いてきてですね、中盤以降は結構ね、変化球とかですね、コントロールが狙ったところに行くようになってきて。で、まあ、まあ、こうね、その完投するピッチャーの特徴ですけども、やっぱりね、まっすぐの球速がですね、中盤以降上がってくるんですよね。一番最初の頃はね、まっすぐが、1回とか2回は、まっすぐがですね、142、3ぐらいだったんですよね。で、まあ、ツーシームとかですね、シュートとか。カットボールはこの辺も大体同じぐらいの球速で来るんで、まあ要するにまっすぐを少しですね、抑えてというか温存して多分使ってたと思うんですけども、同じぐらいの球速でまっすぐ来たりですね、ちょっと曲がったりですね、右に曲がったり左に曲がったりですね、下に曲がったりとか、してたんです。それでまあちょっとね、相手からしたらなかなかね、まっすぐと変化球のこう違いが分かりにくいということで、なかなかタイミングが取れないとかですね、ちょっとだけ芯外れてゴロになってしまうとか、まあそんな感じですよね。で、中盤以降はまっすぐも力入れて投げてきましてですね、まっすぐは145ぐらいということで、この辺がね、やっぱベテランとね、若手の違いかなというふうに思うんですけどね、その、開幕のカードでね、小川投手とかですね、桐敷投手がいいピッチングしましたけども、最初からもう目いっぱい飛ばしてたんですよね。最初球速がね、結構出てたんですけども、5回、6回ぐらいで球速がですね、まっすぐの球速が明らかにこう、スピードガンの上でも落ちてきて、そこをですね、捉えられたっていう、そんな感じだったんですけど、やっぱりね、こう、ね、完投能力のあるピッチャーっていうのは、やっぱり、そのあたりはうまく計算をしてですね、1巡目、2巡目、3巡目ってね、相手に的を絞らせないというかですね、まっすぐにこう慣れさせないような、まあ、ピッチング、まあ、投球術っていうんですかね、この辺は、さすがやなというふうに思いながら見てましたですね。で、そのね、抜くとこは抜いてましたよね。だから今日もね、その下位打線でちょっとね、ヒットヒットでね、こうピンチ作ったりしてましたけども、やっぱりここはそんなに全力でいかなくてもいいわっていうところは、やっぱりちょっとね、力抜いて投げてましたから、で、ピンチになったらちょっとギア上げるみたいなですね。やっぱそういうペース配分はね、やっぱり見事やなと。もう最初からだから今日西投手なんかは、もう一人で投げ切るつもりでですね、ペース配分しながら、おそらく行ってたんかなというふうに思います。まあ、もちろんね、西投手だけじゃなくて、バッテリーでそういったね、打ち合わせをしてたんだろうなというふうに思います。
なので、まあ、坂本、捕手もですね、今日は最初から全ての球種を使ってきてましたよね。カーブとかね、チェンジアップなんかも最初から使ってですね、もう、なんていうんですか、相手に、こう、選択肢をですね、増やすわけですよね。球種のですね、選択肢を増やして。で、まあ、まっすぐもですね、ツーシームみたいにちょっとこう曲がるようなまっすぐと、フォーシームですね、まっすぐ来る、浮き上がるような感じの。だから、ツーシームを打とうと思ったら、ツーシームでちょっとこう、まあ、シュート気味でいきますからね、シュート回転しながらちょっと沈むっていう感じですから、若干こう拾い上げるようなバッティングしないとですね、なかなかこう打てないんですけども、ツーシーム来るかなと思って、そこにフォーシームのですね、まあ、素直なストレートが来たらですね、これアッパースイングになってしまうと、これ今度こっちが打てないということですから、やっぱなかなかですね、まあ難しいですよね。例えばシュート来ると思って、シュートを打ちに行ってそこにカットボール来たら当然ね、打てないわけですから。その辺は、まあ、的絞らせないというのはさすがやなと。だから、打とうと思ったら、山張るかですね。まあ、いろんな、こう、球種にこう対応しないといけないわけですから、うん、なかなか打つ方もね、難しくなってくるのかな、という感じですよね。で、一方のですね、DeNA のロメロ、投手はですね、やっぱまっすぐがすごく力があって速いんですよね。150キロぐらいのまっすぐが来てですね。まあ、ただ、まあ、それと、まあ、ツーシームがあったりっていう、まあ、チェンジアップがあったりとか、そんな感じなんですけども、近本選手が今日はね、先頭で出塁をしまして、これでまあまあ流れがね、若干阪神に来たかなと。近本選手がヒットで出てですね、ロメロ投手が冒頭、フォークボールかな、これをこう、ワイルドピッチにして、近本選手がセカンドに行ってですね、ここで中野選手はですね、まあ当然、ノーアウトセカンドですから、引っ張ってですね、進塁打を打とうとしたと思うんですよね。で、そこにですね、引っ張れる球が来たんですよね。真ん中の辺にこう、ツーシームがですね、入ってきたところをですね、見事に、引っ張ったら、これが1、2塁間を抜けてですね、先制タイムリーヒットになったっていう、そんな感じですよね。だからまあ、これはですね、まあ、あの、立ち上がりでまたそのね、ロメロ投手のコントロールが、まあ、ばらついていたところに、中野選手がですね、まあ、きっちり引っ張ろうというですね、意識が、まあ、出たのは良かったのかなっていう、その、だからまあ、ワイルドピッチにも助けられたんですよね。ワイルドピッチがなくてノーアウト一塁のままやったら おそらく送りバントでですね、セカンドで送るっていう感じだったと思うんですけど、中野選手送りバント下手なんで、なかなかね、決まらなくてですね、チャンスが広げられないっていうのがずっと続いてますよね。ただ僕見てるとですね、もう打たした方がええんちゃうかと思うんですけども、まあ、固くなり矢野監督がですね、送りバントのサインを出すということですね。で、これワイルドピッチでですね、セカンド行ったんで、これも送りバントじゃなくて、打たせて進塁打を打った方がまあいいだろうということで打てになったと思うんですけども、それがまあ良かったかなと。でまあ中野選手の先制タイムリーヒットが出たと。まあちょっとね、中野選手も守備でね、ミスがあったりですね、送りバント、先打てに送りバントが全然決まらなかったりですね、チャンスを広げないといけないのに、まあ広げられなかったりとか、まあそういう、ちょっとそんなね、ちょっとなんていうんですかね、不本意な、守備とか打席が増えてましたけれども、まあね、まあまあ、ずっと絶好調っていうわけにいかないでしょうけれども、まあ、今日みたいなですね、一つのタイムリーヒットなんかをきっかけにして、またね、復調していってほしいなというふうに思います。はい。で、まあ3番糸井選手はアウトになるんですけども、4番佐藤選手が、今シーズンのですね、第1号ホームランを見事に打つということですね。これインコースのですね、ストレートなんですけれども、初球ですね、これを見事に、引っ張ってですね、まあ、浜風そんな強く吹いてなかったんですけど、まあ、若干の、まあ、逆風を、まあ、切り裂いてライトスタンドに、突き刺さるというかですね、今シーズン第1号ホームラン。これで3点を先制したという感じですね。で、まあ、佐藤選手ね、ずっとインコース攻められてましたからね、当然、まあ、ここの場面でもですね、インコース攻めてくるだろうというのは分かっていたわけですけれども、そのインコースに来るって分かっている球をですね、いかに打つかですよね。インコース投げときゃ大丈夫やって思われたらみんなインコース狙ってきますから。で、これをですね、インコース投げても狙われたら打たれるっていう風になったらやっぱりね、相手も考えるわけですよね。で、相手にやっぱ考えささないといけないということで、行くとですね、シーズン始まったまだ序盤ですが、序盤のうちにこのインコースのですね、150キロぐらいのストレートをですね、ホームランにできたっていうのは、まあ、今後にですね、繋がるかなっていう風に思います。まあ、ですね、これもまあ難しいところでね、その、さっきも言いましたようにですね、ストレートの軌道も人それぞれ違うと思うんですよね。で、ロメロ投手はですね、まっすぐも若干シュート回転するみたいなですね、まあ、外国人選手特有のですね、まあ、ちょっと動くんですよね。まあ、ツーシーム気味というかですね、まっすぐが素直にズバーンとまっすぐ来るんじゃなくて、ちょっと手元で動いて、まあ、芯を外すみたいな、そんなまっすぐだと思うんですけども。
若干、まあ、その、シュート気味、まあ、ツーシーム気味のまっすぐみたいな感じで、ね、見えたんです。まあ、意図してそうやってるのか、まあ、今日たまたまそうなってしまったのかわかりませんけども、で、ツーシーム気味のですね、まっすぐだと、さっきも言いましたようにですね、ちょっとアッパースイングみたいなですね、バットの軌道だったら、ちょうどこう軌道が合うんですよね。ただね、こう、打ちやすいとね、佐藤選手なんかは、どっちかちょっとアッパースイングですから、だからね、その、沈む変化球が甘く来たらね、捉えるのが上手かったりとかですね、低めは捉えるのが上手かったりとか。逆に、高めのまっすぐはなかなか打てなかったりで、まあそんな特徴なんですけども、今日そのインコースに来た球が若干多分ね、シュート回転して、少しツーシーム気味に入ってきたんで、そこをうまくですね、腕畳んで打って、まあ綺麗にホームラン打てたと思うんですよね。で、今日、最後の方にですね、またあの右のピッチャーでですね、名前忘れましたけど、150キロぐらいの球投げるですね、ピッチャー出てきまして、同じようにインコースのですね、ストレートを投げてきて、また佐藤選手それをね、狙って打っていったんですけど、今度はなかなかね、うまく捉えられなかったっていうことで、こっちのピッチャーはですね、まっすぐがまっすぐ来るんですよね。いわゆるフォーシームということで、まあまあ、体感で言ったらおそらく浮き上がるみたいな、そんな感じだと思うんですけども、この球に対しては、アッパースイングだとなかなか当たらないということで、まあこの辺はですね、多くの解説者の人が言ってまして、ああ、なるほど、そうなんかな、というふうにですね、やっぱりまあ、こうね、素人ではわからん、いろいろあるんやろうな、というふうに思いながら見てましたけれども、まあ要するに、まあ、まっすぐと一言で言ってもですね、同じ150キロのまっすぐでも、まあ、球筋いろいろや、ということで、今日も解説の鳥谷さん言ってましたけども、これはもう打ちに行くべきやっていう球とですね、これは打ちに行かない方がいいっていう球とあるということですよね。だから、今日のロメロ投手のまっすぐなんかは打ちに行ったらホームランにできる球やったということでね、それを見事打ちに行って打ち砕いたということですから、まあ一歩前進ということですよね。なのでまあまあ何でもかんでもインコースの球をですね、こうがむしゃらに打ちに行くということではなくて、まあインコースを捨てる勇気も必要だということをね、言われていましたので、だからこの辺ね、今いろいろこう対戦しながらですね、経験を積み重ねて、これからね、いろいろ分かって成長していくんだろうなというふうに思います。まあ何はともあれ、当然ね、インコースのまあまあ、いよいよ150キロぐらいのまっすぐをですね、今日ホームランにしたわけですから、当然ですね、他のチームもですね、あ、今年佐藤選手インコースを打ち寄るでというふうになってくるかもしれません。だから、あと何本かですね、たまたま今日の一本がたまたまというふうになるんじゃなくて、あと2、3本ですね、同じようなところの球をホームランを打ったらみんな考え始めると思うので、ちょっとね、今日の一本でこうね、満足することなく、もちろんね、またインコースに来たらもう一回掘り込んであるでっていうのを今後はですね、見ていきたいなというふうに思います。まあできれば同じカードでね、この横浜戦のカードでもう一本ぐらいですね、インコースの速い球をホームランにするというのをですね、まあ見てみたいなというふうに思いますね。はい。これでまあ、1回の裏に3点取ってですね、今まではですね、9連敗中は、点取ってもその次のイニングでまた失点しちゃうっていうですね。だからなかなか流れがこっち持ってこれないっていう感じやったんですけれども、今日西投手はですね、この得点した次のイニング、まあ今日、完封したわけですからね、0点でいったわけですから、まあ毎回、全部失点を抑えたんですけれども、今日はこの先制して4番の佐藤のホームランで先制した次のイニングをピシャッと抑えたことによって、ようやく流れがですね、阪神の方にですね、傾きかけたのかなっていう、そんな感じですよね。で、またね、その序盤はちょっと西投手もね、球高くてフラフラしてですね、ヒットを打たれたりしてたんですけれども、徐々に落ち着いてきてですね、完全に相手を術中にはめてですね、まあ、うまく芯を外して、まあ、ゴロの山を築くみたいな、そんな、投球ができてきてたのかなというふうに思います。で、途中からね、球審のですね、ストライクゾーンもですね、ちょっとまあ、広めに取ってくれるようになったりとか、まあ、この辺をね、取らすのも一つね、ピッチャーのこう技術やって言いますもんね。ギリギリ狙って投げ続けてですね、最初ボールって言われてたとこが、ね、最後の方になったらストライクになるみたいなですね、今日は西投手はもうそんなピッチングができてたんかなというふうに思います。はい。で、まあ、どっかで継投するのかなと思いながら見てたんですけども、球数もですね、少なくいってましたし、完全にですね、今日西投手はもう、完投するペース配分でね、行ってましたから、当然まあベンチでもね、矢野監督もそれは分かってたでしょうし、もしかしたらお話ししたのかもしれませんけども、もう僕らからしたらですね、下手に継投先取ってほしいなと思いながら見てたんですよね。で、またこれね、ピッチャー出して打たれたらもう目も当てられないわけですから、もうそれだったらもう西と心中するぐらいのね、つもりで最後ね、最終回西が崩れて5点取られて逆転してもいいわぐらいの、つもりで西投手を投げさせてほしいなと思ってたんですけども、今日はね、
全く継投することなく最後まで西投手を投げさせたということで、今日はねそれが良かったのかなというふうに思います。まあ、今とにかく中継ぎに不安抱えているわけですからね、先発が完投してくれるのはまあ一番間違いがない勝ち方なわけですから、まあ今日なんかはね4番がホームラン打って先制点取ってですね、エースの西投手が完封勝利ということで、まあまあ、まあ間違いなくですね今日は、ね、勝てるゲームということなんですけども、今日はね文句なしのあの勝ちゲームなんですけど、他にもだからか、連勝とかね、勝ち星積み重ねていこうと思ったらいろんなパターンで勝てないといけないわけですから、今日はもう完璧な勝ちですけども、ピッチャーをつないでつないで逆転して勝つっていうね勝ち方も やっていかないといけませんしですね、まあとりあえずこれで一つ今日勝ったわけですから、明日以降またいろんなですねパターンをこう試していくのかなと。でその試していく中で中継ぎをまた投げさす場面が当然出てくるんで、まあほんまのね阪神が復調できるかどうかというのはそこにかかってくるわけですよね。全試合ね先発が完投勝利上げられれば、一番いいんですけども、なかなかうまくねそうはなかなかうまくいかないので次継投に出た時にじゃあどうなるかなというのはね、次のまあ一つ 見どころなのかなというふうに思います。はい、まあ何はともあれですね、本当はね今日もね、9回ね新守護神の湯浅投手を試しに投げさせ、たかったと思うんですけども、今後のためをね、考えるとですね、ただまあとにかくまあ一つ勝たんことにはしょうがないわけですから、まあ今日は西投手に、完封勝利ということで、次おそらくですね勝ちゲームで9回に行ったら新守護神をね試すと思うんですけど、そこで新守護神の湯浅投手がどういうピッチングを見せてくれるのかっていうのがですね、今後の一つの、まあ、楽しみかなというふうに思います。だからまあ今後ね、見ていきたい、まあ楽しみな部分はですね、佐藤選手がインコースのですね、速い球を、もう一回打ち返すことができるかね。何回もね、何回も来ても何回も打ち返すことができるっていうのをね、見せてほしいなっていうことと、それから勝ちゲームで、中継ぎピッチャーがどういうピッチングを見せてくれるのかっていうんですね。このあたりを、明日以降また楽しみに見ていきたいなというふうに思います。はい。まあ何はともあれ一つ買ってよかったなっていう感じですよね。まああのね、プロ野球記録の開幕12連敗っていうのはね、免れることができましたのでですね、まあとりあえずこれはね、一つこれで、まあまあ一つよかったよかったということで、まあまた明日以降ですね、今度は連勝を伸ばしていってほしいなというふうに思っております。はい。ということで今日はこのあたりにしたいというふうに思います。また明日ね、DeNA 戦、甲子園球場でありますので、また明日試合の後にお話ししたいと思いますので、また明日よろしくお願いします。最後までお話聞いていただきましてありがとうございました。さよなら。